て文字作って、で夜吐いて朝も吐く、第1くらい。ダンススタジオだったところで、もともとは鏡張りでこう貼ってあって、まあ、天井も本当吹き抜けだったんですけど、床もタイルが貼ってあったので、タイル全部剥がしてコンクリート出して塗装してっていう感じですね。まだ配線とか水道が入ってないんで、こっちはだからあんまり手つかずですね。シャンプー台4台つけて、モールカッターって言ってトリマーって削るやつがあるので、あ、それで削ったりもできますね。これ昨日買ったやつ、 EL ワイヤーでネオンライト作ろうかな。木の板かアクリル板か鉄板に接着剤とか、まあ、別で売って文字作って、かわいいですよね。でもあ、これ今日はあのバスに乗ってとりあえずこの板使って、まあでもこれ線路からジャンプする、橋からジャンプするシーンなんですけど、そこの橋も実際に行ってきて、名作なんでぜひ。自分でエイジングしてハンマーで叩いたりノコギリで削ったり野菜で削ったりして何色か塗ってっていう、それはこれを多く色を多く、これ使ったらこの色、これ自然塗料っていう、でもこの多くにグレーを混ぜて、でこれが茶色いペンキで、これでこの溝に色入れてって細かく削ったところに色を入れてる、なんか帳尻が合うように塗り方変えたりとかして、
これはアジャスターって言って、いわゆる突っ張り棒とかに使う、なんとか崩れないようにするために、まあ、これでこれついてもたぶんフラフラですね。あんまり出番ないですけど。いや、ここで使うとは思わなかったですよ。帰る前はチェキで取りだめしてるんで、ツヤなしのシロップなんで。浮き出てくるのが可愛いんですよ。見ます。これ床剥がし終えた後だと思うんですよね。何もない時。いつもこの子は見守ってくれる。毎朝聴く音楽をここで決めてるんですけど、僕休みの日、次の日来たらなんかハワイアンになってる。いや、全然何でもいいんですけど、もうお店のルールで夜入って朝も立つみたいな、まあ普通そうだと思うんですけど、謎じゃないですか。なんかまあ夜のうちに鳥が多少溜まるっていうのがなんかどっちかでいいですよって感じなので、うちは朝だけって感じですね。台湾めっちゃ良かったですね。お願いします。だいぶ飲みましたね。はい、今日どんな、あ、ちょっと色落ちしてその雰囲気になればいいかな。仕上がりはそれより最初暗くてもいいかなっていう感じですね。うん、グレーっぽく色落ちてきたらいいなっていうところですね。暗くしたかった理由ってありますか？今気分転換とか、ちょっと冬だからみたいな。長さのご希望ありますか？こういうイメージにしたいなとかっていう。長さは伸ばしたい。うん、前髪だけなんですと、枝毛だけと前髪ですね。前髪はご希望ありますか？あ、まさか。最近扱いづらくなってきたこととか気になってることありますか？あとは大丈夫ですね。まあ、いつもお任せですもんね。わかります。じゃあ今日もちょっと綺麗にしますね。でも年内最後ですよね、くるっとしたら。はい、じゃあ年末も綺麗に過ごせるように根元またちょっと暗めで仕上げていきます。はい、今準備しますね。もう雪も降りましたしね。僕カップこれが好きなんですよね。タイで買ってきた。1対1くらい。これはうちのスタンダードですね。まず混ぜやすいっていうのもありますけど、ブリーチの場合は特に発泡しちゃったりとかするので、なんかそういうのを防ぐためにもそれでやってますね。ちなみに僕のお気に入りの発見はこれですね。中国製のネットで買った、多分これあの YS パークさんの、あれどこのパクリで多分あの 中国の旗が作った、これ薄くて、まあ、ホイールワークとかめっちゃいいんですよね。ちょっと今日はホイールワークじゃないですけど、できますね。あんまりないですので、根元が伸びてきても地毛とつながるっていうことを意識しているので、